風間美さんこんばんは、うん、30年くらい前のやつだとなんとかスパニー、あ、星になっちゃってるな、スパニー、80年代ホラー映画ならほとんど見た。へえ、ホラー好きだったんですか、トラチューブさん。この流れでちびまる子ちゃんおすすめ。なんでなんでこの流れでちびまる子ちゃんなの。一気に平和になったね。近代史コナン補足ファニーゲームって映画もいいよ。ファニーゲーム、ホラーじゃないですかそれ。ホラーっぽいよ、なんか。ファニーゲーム、もう私のね、なんか友達とかみんなホラーね苦手なんですよね。だから全然一緒に見てくれないんですよ。皆さんで見ませんか、ホラー映画ね。映画鑑賞したいな、みんなで。ちっちゃの何かけて近代史少年の、そうね、あとね、ツイボだっけ、うん、時々キャンプはお笑いコンビで片方が24の真似してるの。へえ。あ、時々キャンプっていうお笑いコンビの方々ね。へえ。 X ファイルもおすすめだよ。 X ファイルってなんだっけ、あれ、近代少年のあれかな。この流れでベルセルクもおすすめ。ベルセルクですね、はい。うーん、ジャンルが全然変わるけど、何、うまるちゃん、あー、ひもとうまるちゃんね、いいですよね、あれ面白いですよね。あー、ほら、貞子しか語らないです。貞子、私なんだろう、あれトラウマになってたんですよ昔。なんだろうな、いくつだろうな、6歳ぐらいの時に見ちゃって、間違って、あれがトラウマで、一時期このね、ちょっとね、ホラー本当にね、怖いってなってた時があったんですよね、貞子。もう今でも正直見るの怖いです、貞子は。あれは王道ですよね、本当に。里川を倍然と見よう。いやー、でも違う意味でドキドキしちゃいますよ、里川先輩と見ちゃうと。そう、全然ホラーに集中できなくなっちゃうから、うん。結局ホラー好きじゃないか。いやー、なんかね、こう今日なんだろう、好奇心が勝っちゃうんですよね。そう、全然あれなんですよ、お化け屋敷とか好きじゃないんですけど、知らない遊園地に行ったら絶対入りたくなっちゃうんですよね、お化け屋敷ね。一回入ったらもう満足なんですけど。2日3日前に初めて配信を見て面白かったので今日も見に行きました。あー、トールさんありがとうございます。トールさんありがとうございます。1リットルの涙、一番泣いたドラマ、ドラマの方ね、1リットルの涙、でも泣くやつ結構苦手ですね。意外と私ハッピーエンドが好きなんですよ、意外とね。うん、ハッピーエンドのね、だからアメリカン、なんだろう、 B 級アメリカン映画とか、もうなんか世界を救った、わーいみたいなですね、全然大好きなんですね、はい、おめでたい系もね、うん。リングは小説がおすすめ。あれ、リングって小説だったんですっけ。あ、そうなんだ、へえ、意外だ、意外でしょ。そう、私がなんか物書くと絶対ハッピーエンドになんないんですけど、見るのはハッピーエンドが好きですね。バトルシップだな、うん。まあ、ケンタさんこんばんは。なんていうの、霊言同士、霊言同士、道にし、なるほど。スタッフ、はやかちゃん、戦慄迷宮行きたいって。戦慄迷宮ね、あれね、あれは多分もう、いや、あれ、いや、でも行きたいですよ、行きたいですよ。ただなんか動画見ちゃったんですよ、戦慄迷宮の中の、あれ見るとビビっちゃいましたね。じゃあタイタニックはダメか。お涙ちょうだい、あれですね、あんまり
無理ですね。はい、パラノー